産総研の内山でございます。今日は最初にご挨拶の時間をいただきましたので、少し話題提供させていただきたいなと思います。リスクファイブとオープン化の、への期待ということで、私ども今 AI チップ設計拠点っていうのをやっておりますので、そのご紹介も兼ねてですね、少し、ご挨拶させていただきたいなと思います。まず AI チップ設計拠点というのはですね、これは NEDO 事業で、5年間、やっております。2018年の終わりからですね、5年間ですから、2023年の、22年度までですね、やると、そういうような事業、NEDO 事業でございます。で、どういうことをやってるかと言いますと、AI チップ、あるいはいろんな零細設計で、チップを開発するときに、EDA のツールとか、IP とか、あと後でご紹介しますけれども、論理エミュレーターとか、そういったものがいろいろ必要で、それぞれ非常に高価であるということなので、この AI チップ設計拠点がそういうものを揃えて、いろんな中小さん、あるいはベンチャーさんが、チップを開発するときにですね、我々の拠点を使っていただければ、NEDO 事業の期間内は無償で使っていただけるよという形になってございまして、それを使ってですね、なるべく早くいろんなチップを開発していただいて、いろいろ、社会実装していただきたいなと、そういう思いで、運用している拠点でございます。で、拠点の体制はですね、産総研と東京大学、あと福岡の IST っていう、組織がございまして、この3社で運用していると。場所はですね、東大の中の武田先端地ビルにございまして、そこに設計クラウドも立ててですね、いろいろ、運用しているという形でございます。あと、福岡にも、この福岡 IST の拠点がございます。で、そこにもサーバーがあってですね、そこから、そこでも、いろいろ設計ができますよという仕掛けでございます。で、EDA ツールのベンダーとか、IP のベンダーとか、ファウンダリー、あといろんな外注さん、に対して、我々がいろいろ、契約等をやってですね、ベンチャーの方に自由に使っていただくと。いうような形でございます。で、揃えているものは、EDA ツール、IP、あと、後でご紹介しますけど、エミュレーター、検証装置ですね。あと、チップ製造って書いてありますけれども、チップの製造は、外部のファブですけれども、に委託するんですけれども、それの、取りまとめ等も一部分はやってるという形でございます。で、EDA ツールは、ケーデンス、シノピス、メンターのツールを整備しております。アーキテクチャ、検証から行為合成、あと論理合成、物理設計、論理エミュレーター、FPGA のプロトタイピングシステム等々、基本的には上流から下流まで一通りは揃っていると。それから IP は、現状は、シノピスの40ナノと28ナノの、標準 IP 群って書いてありますけれども、CPU とか DSP とか DMAC とか DDR とか、PCI Express とか USB、あるいは MIPI、等々の、パッケージとして今、揃えておりまして、それを使っていろんなことをやるということをやっております。で、一つの、アクティビティの例ですけれども、AGI 向け評価チップ、AI1 って書いてありますけれども、そういうものを、この拠点が主導してですね、28ナノでチップ開発をやっていると。すでにチップは出てきてますので、過去形になりますか、なるかもしれませんけれども、そういうものを開発いたしました。これはどういうものかって言いますと、社会実装でいろんな評価するときに、アクセラレーターの部分だけでは、なかなか、うまくシステムが組めないので、SOC の形で、提供しなければいけないと。
で、その時に、まあ、例えば CPU とか、チップの内部のネットワークとか、あと DDR とか、PCI Express とか、ペリフェラル、あとテスト回路等々、まあ、基本的な SOC の共通部分っていうんですかね、プラットフォーム部分。で、こういったものは、まあ、拠点が全部揃えておきましょうと。で、ベンチャーさん、中小さんはですね、ご自分のところのアクセラレーターに集中して設計していただいて、それをこのプラットフォームのバスにつなぐと、まあ、チップができますよと。まあ、そういうようなスタイルでやってます。で、まあ、現状、一つのチップで、6種類のアクセラレーターを入れて、まあ、SOC として、完成させるということをやって、まあ、現状、今、チップが出てですね、今、パッケージングをして、もうそろそろ評価ボードが出てくるというような状況になってございます。まあ、こういったことを やればですね、AI アクセラレーター等が乗ったチップを、まあ、簡単に SOC のスタイルで開発できるんじゃないかなと。まあ、そういうようなことをもう考えてやってると。それから、論理エミュレーターっていうのがございまして、まあ、これは日本最大規模なんですけれども、ケーデンスのパラジウム Z1 っていうものが4ラックございます。で、容量としては23億ゲートという形で、まあ、エミュレーションの速度は、まあ、最大は 4MHz が出るよという話ですけれども、まあ、ここにですね、論理をマッピングして、まあ、かなり高速でエミュレーションできますので、チップ全体、さらにその上に、OS とかミドルウェア、あるいは場合によってはアプリケーションを載せていろんなデバッグができますよと。で、まあ、デバッグだけじゃなくてですね、まあ、チップを設計して、その上の、まあ、いろんなミドルの開発、そのミドルの開発のデバッグなんかもできると、まあ、そういうような仕掛け、がございます。で、拠点の利用形態は、まあ、このような形になっておりまして、まあ、東大の先ほど申しました武田先端地ビルの中に、設計クラウド、中規模の設計クラウド、大体 CPU のコアで500個ぐらいのコアがあるような、まあ、設計クラウドを立ててですね、で、そのところ、その上で、いろんな設計、をしていただこうというスタイルになってございます。ですから、ベンチャーさんの端末から、まあ、遠隔で、我々の拠点の設計クラウドに入っていただいて、まあ、その中でベンチャーさんごとにバーチャルマシンが切ってありますので、その中で、設計していただくというような形になっていると。で、あと、ブースもございますので、まあ、こちらに来ていただいてやっていただくというようなことも可能だと。あと、福岡に拠点がございますので、そちらの方でやっていただいても、可能ですよということになってございます。で、月1回フォーラムっていうのを開催しております。これは、ホームページから申し込めますので、ぜひ、皆さん、ご興味があれば、参加して、まあ、もちろん無料でございます。まあ、いろんな、なるべく、いろんな、最新の情報を皆さんで共有しようというような目的でやってますので、ご興味があれば、ご参加いただければなと。で、ホームページもございますので、まあ、ホームページの中からですね、いろいろプロジェクト申請していただければ、いろんなツールが使えるよという形になってあります。で、まあ、現在はですね、だいたい47機関ですか、の方に使っていただいていると。だいたい人数にして100名強の方に、いろいろ設計のアクティビティを、がありますよという状況になってございます。で、まあ、ホームページ、からいろいろコンタクトもできますので、まあ、ぜひご興味があれば、どんどん、設計をしていただきたいなというふうに我々は思っております。で、まあ、こういった拠点をやっておりましてですね、まあ、リスク5とオープン化への期待ということで、まあ、我々このリスク5のアクティビティ、あと最近オープンソースの EDA ツールっていうのもいろいろ、
活動が活発になってきておりますので、そこら辺に対しても非常に注目していることで、ぜひ活発に盛り上がったらいいなというふうに考えております。先ほどの28ナノの SoC プラットフォームですけれども、まあ、我々こういうような灰色のところのプラットフォームをもう構築して、まあ、28ナノの、まあ、これ TSMC ですけれども、向けのチップをこういうような SoC の形で作りたいよというときには、かなり簡単にですね、設計ができるような形になっていると。簡単っていうのは、まあ、ご自分のところのアクセラレーターをバスのところに集中していただければ、あとは全部揃ってますので、いろいろできますよという形になってございます。で、まあ、この CPU のところがですね、まあ、いろいろメニューを揃えたいと我々いろいろ思っておりまして、まあ、現状はシノピスのアークなんですね。で、もちろんいろんなユーザーさんは、例えば ARM も使いたいよとか、で、リスク5も使いたいというようなニーズがあると思っていますので、まあ、ぜひこのリスク5のところもですね、充実させたいなというふうに思っております。ですから、この CPU のところにリスク5をポンと入れれば、リスク5の、まあ、例えば、AI チップが、まあ、SoC の形で、かなりスピーディーに、我々の拠点を使っていただければできますよというような形にできればなというふうに思っております。で、まあ、そういうような準備もしておりまして、まあ、これは例えばリスク5オンロンリーエミュレーター、先ほど申し上げたパラジウムですね。まあ、今年の、春に、東大の荒川さんが我々の拠点を使って、このリスク5を載せたんですけれども、まあ、そういうようなこともやってると。これはですね、リスク5を丸ごと入れて、その上で Linux のブート、だから Linux まで走らせるようにできましたよというようなことで、まあ、例えばですね、ちょっとこれミニクイズですけれども、このエミュレーションのスピードと普通のソフトウェアのシミュレーションを比較してるんですね。で、例えば RTL レベルだと、エミュレーションのスピードが3700倍ぐらいになりましたよと。で、ゲートレベルですと14000倍ぐらいになりましたよと。いうことなんで、まあ、エミュレーション、このエミュレーター使えば相当速くなりますんで、いわゆるソフトウェアレベルの開発も可能になりますよと、まあ、そういうふうに考えております。まあ、例えば、リスク5を乗っけてですね、で、まあ、いろんなドライバーを開発したいよというような時は、このエミュレーションでチップができる前にですね、いろんな開発もできるんじゃないかなというふうに考えております。で、まあ、これも先ほども、お見せした利用形態ですけれども、我々オープンソース EDA っていうのも非常に、ウォッチしておりまして、まあ、試しにですね、やってみようかなということで、オープンソース EDA の拠点をですね、この福岡のところに立ち上げました。で、まあ、今、いろんな方に、使っていただこうというようなことで、まあ、5社さんぐらいに今使っていただいてるんですけれども、まあ、話題になってるようなオープンソース EDA、まあ、例えば Qflow とかですね。あと、まあ、その他の Cairo エディターとか、K レイアウトとか、レイアウトエディターですか。まあ、こういったものを一応、オープンソースとして、実行できるような環境を、まあ、福岡のサーバー上に立てて、現在いろいろ使っていただいているというようなことを始めたばかりなんですけれども、まあ、ぜひこういうことも興味があればですね、先ほど申し上げたホームページからプロジェクト申請していただければいろいろ使えるようになりますので、ぜひご興味があれば参加していただければなと思います。で、まあ、リスク5でですね、まあ、ぜひ、このチップ開発の、まあ、最近民主化っていう言葉があるんですかね。それをどんどん進めていただきたいなと。で、我々の拠点もぜひ、そういうような形で、協力させていただくということを考えております。
で、まあ、このリスクファイブで、まあ、スマホはまあ基本的に ARM じゃないかなと思うんですけれども、これからまだまだいろんな IoT デバイス等々、ますます発展していくであろうと考えますので、まあ、このリスクファイブでですね、ぜひ新しい市場を、大きな市場ですね、を開拓して、いただければなという期待を込めて、ご挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。